皆さんこんにちは、証券ママです。今日はつないでレンコン餅を作ります。レンコンをすりおろして、あとは混ぜて成形してフライパンで焼くだけでとっても簡単にできます。もちもちでとっても美味しいですので、ぜひご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まずレンコンがこれ2節でだいたい今日 350g くらいあります。それからツナ缶が1缶、これ 70g です。それから細ネギが3本ですね。それから調味料の方です。お塩が小さじ1/4、本だしが小さじ1/3、あと片栗粉が大さじ3から4、様子を見ながら入れていきます。それからサラダ油が大さじ1です。材料は以上です。はい、まずね、レンコンの皮を剥いていきます。これね、皮を剥かないで使ってもいいんですが、今日はちょっと皮があまり綺麗でないので、両端を切り落として皮を剥いていきます。はい、そしたらおろし金ですりおろしていきます。はい、こんな感じにすりおろしたらね、こうやってザルにあげて、こう自然に少しこう水気を切っておいてください。あとで少しだけ絞ります。そしたらネギを切りますね。今日こういった細ネギです。これ3本くらいですね。そしたらツナ缶のね、油は今日はね、切りますね。はい、ツナ缶のね、油は結構今日はきっちりめに切ります。はい、そしたら混ぜていきます。これね、今ね、水気をね、こうやってザルの上で取っておきましたが、少しだけ絞ります。いっぱい絞ってしまうとパサパサになってしまうので、少しだけね、絞ります。このくらいでしょうかね。そしたら別のボウルに入れます。これ絞りすぎてもダメですしね、あまり水っぽすぎても良くないので、このぐらいね、出ましたね、汁が。はい、そしたらここに具材を入れていきます。ネギも入れてしまいます。それからツナですね、ツナも入れます。これもしあれでしたらね、今日これオイル漬けなんですが、今ノンオイルのもありますよね、それでもいいと思います。はい、ツナ缶も入りました。そしたら今日はお塩ほんのね、小さじ1/4ぐらいです、入れます。それから本だしが小さじ1/3です。はい、そしてね、片栗粉なんですがね、ちょっと一度混ぜますね。はい、これね、様子見ながらね、片栗粉を入れてきます。これ本当に様子を見ながらでいいので、まずね、大さじ3ほど入れますね。もうね、成形できそうですね。あと大さじ1だけ入れます。結局ね、大さじ4入れました。はい、まあこんな感じでしょうかね。はい、そしたらね、もう一度ちょっと手でこねていただいて、片栗粉なじませますね。で、これで様子を見てね、ちょっとまとまりづらいようでしたら、片栗粉はちょっと調節してみてください。はい、こんな感じでいいと思います。そしたらお好きなね、大きさに成形していきます。そうですね、今日は6個ぐらい作ろうかなと思います。こんな感じで今日は丸くしますけれども、お好きなね、形に成形してください。はい、こんな感じでね、6個成形しました。そしたら焼いていきます。はい、そしたらフライパンに火をつけます。はい、フライパンが温まってきたら、サラダ油を大さじ1入れます。はい、
そしてね、レンコン餅を入れます。これで火加減はそうですね、中火の弱めぐらいで片面3分から4分くらいずつ焦げ目がつくまで焼いていきます。はい、3分ほど経過したのでちょっと見てみますね。あ、こんな感じでいいと思います。じゃあひっくり返します。そしたらここで一度蓋をして蒸し焼きにします。焦げそうでしたら火をね、少し弱火にしたりしながら焼いてください。そしてこれでまた裏面も3分焼いていきます。はい、裏面もね、だいたい3分焼いたので見てみます。こんな感じでね、一度ね、途中でひっくり返したりしました。もうだいぶいいと思います。そしたらね、蓋を取って最後少しね、パリッとさせます。はい、こんな感じで、はい、こんな感じでもうね、火が通ったと思います。じゃあ火を止めます。これでつないりれんこん餅の出来上がりです。とっても美味しそうにできました。今日はですね、特にお味付けは塩少しと本だしを少し入れているだけなので、いただくときにこれポン酢とか醤油とかね、お好きなものでいただいてみてください。じゃあ後でね、いただきます。はい、それではね、出来上がったのでいただいてみたいと思います。まずはね、何もつけないでちょっといただいてみますね。じゃあこのまま失礼します。うん、中はこんな感じで、レンコン独特とこのもちもち感があってとっても美味しいです。このままでもね、今日ツナの味ってお塩と本だしで、このままでもとっても美味しいですけれども、お好みで私このポン酢が合うと思いますので、ポン酢を少しね、つけていただこうと思います。じゃあね、ポン酢をつけていただきます。うん、これはこれでさっぱりしてとっても美味しいです。かなり前にレンコン餅のレシピは一度ね、動画でご紹介してるんですけれども、それはね、このツナを入れないで甘辛いタレをね、最後にこう絡めるタイプのレンコン餅です。今日はですね、ちょっとコクを出すためにツナ缶を入れてですね、お味付けは周りをね、甘辛いタレで絡めないで、こんな感じでお好きなね、ポン酢とか醤油でさっぱり食べられるようにしました。レンコンってなんか花粉症とかにもね、いいと聞きますので、今の時期ね、とってもレンコン進んで食べるといいと思います。レンコン独特のもちもち感があってとっても美味しくできました。おつまみにも美味しいですし、ご飯のおかずの一品にも美味しいですし、お弁当にもいいかと思います。お子さんなんかもね、これでしたら喜んで食べてくれると思います。今日はね、この片栗粉の量はですね、このレンコンのこの出た汁の絞り方で多少変わってきますので、その辺はね、調節しながら、だいたい大さじ3から5くらいの間で作るといいかと思います。レンコンをすりおろすところだけちょっと手間ですが、あとは混ぜてフライパンで焼くだけで簡単ですので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。他にもレンコンを使ったレシピの動画もいくつかありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。